が2種類。これいいね。安そうだけどいいね、それいいね。どこで買ったの？実家の。ゼビオとかそういう実家かな、大型スポーツ店みたいな。年末とかに実家帰って絶対人入んない。そういうとこないかな、なんか買おうと思って。シックとして何そのあげるよ。もちろんだよ。もちろんだよ。オフコースって言ってます。最新の曲です。自身ちゃんと説明したの？2003年説明したよ。説明したの？奥さんからしてえ、PSD ですよ。え？ PSD800万
らいできるんじゃん。頼んでんのかでも止まっちゃってんの。止まってる。発車止まってる。4日ぐらいに閉めて。どうするかみたいな感じで。え ?200 円。200円か。これ的にはもういいや。アイロンするんだ。200円の方が、みんな買いそうだけど。だってアイロン持ってないでしょ。アイロンないの。どうなんかな。それに対してアイロンないのかな。そういうこと。折れるから。Ah, ah, ah, ah.
まだあるんですか、あれが。ん？消したんですか、前のやつ。そうそうそう。Thank you.
なんでボコボコリーなのか。なんでこんなになったの。やることないから。ばっかりもんね。魚のことこうなっちゃうんだろう。はいよ。何も言えねえ。お腹ポンポコリンとでした。パパは大丈夫。パパは大丈夫。食べれるだけずっと食べていきたい。あ、そうですか。解決しようとするともう四六時中走ってなきゃいけないみたいな。朝食べあパンかな。まず惣菜パン、焼きそばパン。飲み物はコーヒー。昼は500円の弁当。だから配達の弁当。それなりには、まあ、まあ、トンカツ弁当みたいになっちゃってるって言ってもおかずがトンカツっていう。まああれなんですよ、他なんですけど。帰ってきたら、最近だと鍋。どうだっけ。まあ、野菜買って、まあ、入れとけば、なんとか、ダメ。やっぱそうなんですね。野菜は買ってきて、食べますね。何年前に食べたんですか。何年前に食べたんですか。ちょっとたくさん一人買っちゃうと、肉は入れますけど、例えばキムチとかだったら、バラムチ2枚とか、2枚とか、節制するつもりないです。ただまあそれぐらい入れればまあ。2枚入れる。
だけ食べちゃう。めちゃくちゃ風邪ひいててさ、めっちゃ出てきてたさ。もう終わりますね。早くで終わりますね。
パパが残したおにぎりを。
あんま美味しくないかな。
どう、おいしい？まあ、そう微妙？あんまおいしくないどこでした？髪の毛でしたっけ？おいしい？クホンブツでした。クホンブツ微妙？下どこ行った？どこ？毎回来てるけど、今回来るかどうかそうしちゃう。クラブワールドカップで結構手出てますね、手に。ああ、最近あれも終わったからね。甘い、甘い、甘いだろうな。行きますね。いつだっけ、あさっ、あさっ、26日に、量が、26日に、量が、あさっ、26日に、量が、あさっ、誰か教えてくれないですか？それは言えませんでしたね。大江戸温泉物語があるじゃないですか。前にフットサル場があるんですよ。毎回来られる。あ、そうなんですか。なんかそこでやる。全部飲んじゃった。元 J リーガーが海外で活躍する J リーガーじゃないか。甘くて美味しい。美味しいこれ。海外どこだろうね。ほら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 。全然ダメ。お母さんも出てる。うち申し込んで。お母さんも出てるじゃないですか。寒いから。一緒にボール蹴り合いがいい。この間もって、ウズベキスタンのプレーして、黒沢風選手が出して。日本人で行ってる人ですか？へぇー。ラスト！それなんか、そうだろう。めっちゃ待ってる。あ、僕はもともとその前にその人と一緒に行ったこともあったから。ラストまだまだ。モデルじゃないの。ラストラストラスト。処理参観です。ラスト。女の人が二人入って、一人はモデルかな。一人はなんか、チームじゃない人がいて、コサルで。処理参観。すごい。そういう可能性があるっていうね。コサルで来てみた。いや無理。ちょっと個人で行けば入れるかもしれないみたいな。なんかスケート的なぐらいの。すごい上手です。普通に。でも結構コサルの女子日本だから。あんまり呼ばれる。知らないだけでね、こっちが。知らないけど、あの、フェイスブックとかだと、ラモさんと僕の友達だから、こう、いろんな話とかも入るけど、大体、なんかします。そんなのじゃないよね。そんな、なんか、道場破りみたいな。わざわざ、神戸のチームだから、夜行バスで。来たんですか？このためだけに。夜行バスで帰る。夜行バス使わなきゃいけないぐらい。普段はどこでやってるんですか？なんかチームに入ってる。代表？ああ、もちろん。スタビリーグ。ああ、なんかどっかの会社のとかそういうことでしょ？部活みたいな。一応プロパスはされてる感じです。へえ。出されてあのサッカーみたいにホームアンドアウェイとかじゃなくて。どっかの会場に集まって、みんなでしたよね。名古屋でやるときは、名古屋オーシャン。オーケーオーケー、アキバー。そんな行くのも、みんなバスで行ってから。プロって言っても、そんなにそのいっぱいこう、あるんじゃないかって感じです。チームはちょっとバス移動が結構多いですね。そちらなんか、全員ね、飛行機とか。回れる可能性が。女子強いんですかね。普段やってないから。サボるのも技術が違うから。サ
参加したとしたら、やっぱちょっと離れちゃう。癖で。そうするともう取られちゃう。Thank you.
ラストラスト試合撮ってんの。試合撮って誰撮ってんの。みんな。え、一番撮ってんの。やる？一番撮ってんの。パパも撮ってるよ。パパいつも歩いてるから気をつ、歩いてるんだよ。サッカーで、とりあえずボールをかけてんの。サッカーわかんないんだもん。サッカー難しくない？僕やってるよ、僕。うん、知ってる。やりして
名前わかんないけど、あの紺のジャージの人だと思うよ。ん？紺のジャージの人だと思う。紺のジャージ。うん。君名前なんていうの？教えない。教えない。うん、Thank you.
取り納めということで今年の、週刊カットしてるんですよ。あ、なんかやってるみたいですね。ワッペン作ったんですよ、はい、それをなんかそのビデオのタイトルにしたいっていうのか、あ、言ってるんですか、まあ、あのチェーンメールとかで、はいはい、なんかで俺ワッペン欲しいって話を聞いてるんですけど、で多分その見てるのは JPEG のすごい荒いやつなんで、はい、その拙い英語も読解力も多分ちょっともうちょっと高解像度も、はい、データがあれば僕はそのタイトルに使うことができるみたいな感じで書いてあった、はい、あ、そうですかもうすでにその内容に私ついていけてないかもしれないデータを渡すのは大丈夫なんですけど、はい、あんまりこう公にしたくない、あー、なるほど、感じなんで、それを中間に入って訳してもらっていいですか、あ、わかりました、あのあまり外に出すなってとこは言えますあのビデオぐらいの、あ、わかりました、お作りになったんですか。そうなんです、作って。すごい。で、付けようかみたいな。で、デザインから。私一応グラフィックデザイナーの仕事。プロの方でしたか。それで素晴らしい。そう、軽いノリで作って。へえ。それをその、あの出血するメールの。はいはい。あのなんか。なんか私がパソコン覗くと嫌がるね。透明しか見てないんですか。なんか幹事長なんとかってやつですか。なんか出血幹事長なんとかっていう、そうかもしれない、パソコンで足を見たことないそれを、はい、それでなんか私がリンク先を使って、はい、ワッペンが見える状態になって、あ、今なってるんですね、下のを多分ジェシーが見て、あ、なるほど、ジェシーが普通に英語で入ってくるすみません、ほんとみんな一生懸命、なんか本当にすみません翻訳ソフトでなんかたまに Google の翻訳で日本語にしてやってみようとしてるんですけど、それがあまりにも珍妙な日本語なんで、あ、逆に、逆に、あ、面白そう、 危ないからやめとけって私が一回きつく言ったもんだから、多分にだったら英語の方が分かってもらえるんじゃないかと思ってる節があって、ものすごいね、珍妙になるんですよ、ね、別の外人なんですけど来てた、はいはい、その人にとっては大した言葉じゃなかったと思うんですけど、はいはい、なんかすごいことを日本人にしては取ったら、はいはい、ちょっとえっていう言葉を発したんですけど、そういう感じだった、そうそうそう、多分そういう感じです、危険だからね、危険ですね、逆にだから英語も危険っていうか、おかしくなっちゃってるんですよね、多分。
ていうか日本人の書く英語は多分彼にはあのよく理解できる、あのその本当は書きたかったことも含めて分かるんだと思うんですけど、自分が書きたいことを変にその翻訳ソフトでねやっぱり誤解されちゃうよりは英語で皆さんに分かってもらうと安全じゃねえかっていう話になっちゃって、じゃあ逆にその私たちが翻訳でやってるじゃないですか、はいはい、それおかしいですよね。あ、それでもあのそこ割り引いて読めるみたいです、その辺は。英語は、はい、やっぱ英語と日本語は違う、なんなんですか、日本語はちょっといろんな用意に取られちゃう、そう、多分そうだと思うんです。翻訳でもおかしい、私なんかもう翻訳セプト来てくださいとか来てくださいとか、ああそうですね、分かりにくいです、確かに。私なんかその翻訳ソフトがどう間違ってるのか全く分かるレベルにないんですけど、え、本当ですか、まあ、本当にもうダメなんです、本当によくそれで実施とか実施するんですか、いやもうね、あのいやもうあれですよ、単語で単語、私自分でゴリラのクソ投げって呼んでるんですけど、あの動物園のゴリラがあのうんち投げるみたいなもんですよえ、だってなんか喧嘩になった時細かく説明したい、喧嘩になったらもう貝になるだけですよ、もう本当に無視して貝になるだけです、向こうが何喋ってこようと無視しまくり、え、こっちが言いたい、どうしても言いたい時とか、それは泣く、うわ拷問だ全然ね、それが辛いなと思って、辛いですよ、本当ね、喧嘩するなんかちょっとした感情のことを伝えたい、それもね、無理ですね、はっきり言って無理、それこそ寒い、暑い、お腹空いたとかそういうレベルはね、あの共有できますけど、細かいニュアンスなんかね、絶対無理ですね。日本語みたいに曖昧なことかも、そう、いや多分英語もあるんでしょうけど、ね、まだややこしいことない、あの人にとっても英語は母国語じゃないんですよ、あだから本当のところはどう言いたいのかもね実は分かんなかったりしちゃって、育ってきたのは英語じゃない、ね、両親はロシア人なんで家庭ではロシア語で教育はフランス語で受けてるんですよ、ヨーロッパで、で英語に私たちと同じで中学校から習ったって言うんです、本当かよと思うんですけど、今思考回路は英語だって言ってますけど、すごいな、フランス語、本当になんか お母ちゃんとスカイプでいきなり話し始めてロシア語ですよ、もう分かんないです、頼むから私のこと呼ばないでくれみたいな、フランス語も分かんないです、もう
Thank you.